学校。さあ。うまかった。そうなんだ。で、全部食べたのかな？かな？いや、全部は食べきれなかったからさ、まだ残ってるんだよ。あれれ？どれがレナが作ったのか当てる宿題はどうなっちゃったのかな？あの宿題って、今日までだったっけ？うん、今日までなんだよ。兄ちゃん怒るよ。きっと罰ゲームだね。実は調べてみたら、リュウグウさんは引っ越しの少し前に学校で謹慎処分を受けているんですよ。なんでも学校中のガラスを割って回ったんだとか。
でですね、そのカウンセリングをした医師のカルテにレナさんの会話内容が記載されているんですがね、その中に出てくるんですよ。結構。何がです？出てくるんですよ、お社様って単語が。お社様っていう幽霊みたいなものがですね、夜な夜な自宅にやってくるっていうんですよ。枕元に立って自分を見下ろすんだって。だから変な顔してる。なんでだろう、太郎。聖一さんにはお似合いですことよ。聖一もレナもおはようございますです。おはよう、さとこちゃんにリカちゃん。なんなんですの、張り合いがありませんわ。聖一まだ本調子じゃないみたいです。うん、だから今日は加減してあげてね。よっ、ケイちゃん、しっかり休んできた。ああ、おはよう。なんだなんだ、ずいぶんと覇気のない挨拶じゃん。差し入れのおはぎちゃんと食べてくれなかったの？やっぱ食欲がなくてさ。
いくつかは食べたけど、だいぶ残しちゃったんだ。あれ、じゃあ宿題は？どれがレナの手作りかってのの回答は？ケイキくん宿題忘れなんだって。ありゃー、まあ仕方ないね、罰ゲーム。しろよ、前原圭一。お前、命を狙われてるって自覚あるのかよ。甘えるな、ケイジ。
あらあら、ケイチさん、帰り支度とはあんまりですことよ。あれ、ケイチくん、今日は都合悪いのかな。この今日こそ二人で大勝利。一人で帰れる。部活はみんなでやってくれよ。ケイちゃんがリベンジ熱望してたってんで、今日はせっかくこの間の推理ゲームにしたってのにな。ケイチさんにはリターンマッチに臨む熱いハートはありませんですの？情けないですわね。